どうも、おにゅうどもぐです。お願いします。さあ、ということでですね、我々3月21日にライブをやりまして、はい、鬼越トマホーク VS ガナルカナルタカ VS つまみ枝豆というとんでもないクレイジーライブをやることになりまして、はい、いやちょっと俺その緊張して会場行けるかどうか分かんないわ。いや、濃いわ、それ。濃いわ、濃い。だってもう目バッキバキでくるでしょ。いや、それはそうよ、お二人は。でとんでもない、まあ、ライブになるとは思いますが、はい、日付はですね3月の21日木曜日19時から読売大手町ホールでやりますので、まあ、内容はまあさせていただければ分かりますけど、僕らのね、うん、YouTube にそのお二方が出た動画ありますけど、もうそこでももう P の連続でしたから、タカさんと枝豆さんもお優しいんだけどね、うん、でもこっちがもうスイッチ入れたらもう、まあそうですね、とんでもない話してる、とんでもない話を、はい、まあ、YouTube の方でも結構カットされてる話もありますの で、はい、 そうですね、その辺を生で聞けるんじゃないかという、はい、まあ、僕らももちろんスイッチを入れていきますので、詳しくはですねこちらの概要欄の下の方で見れますので、はい、ぜひご覧ください。ということでこれからは本編をお楽しみください。ドゥズドゥズムラってくる男芸人ランキング春風に続く編さあということで本日のゲスト春風に続くです。お願いします。ついに1年目にまで手を出しましたね、はい、いや手出すって言うのやめてよ、ね、はい、まあ、やっぱりね、はい、あの前回、去年のザ・W で、ザ・W を1年目にして初の決勝に行ったという、ありがとうございます、はい、はい、まあ、皆さん納得しない方もいるんですけど、うん、僕らアンバサダーをやらせてもらってまして、そうなんですよね、いろんな声いただいてます、はい、普通さ、大会の前にこういう動画撮ってさ、そう大会を盛り上げるよね、アンバサダー終わってから、大会からピリピリしてるからやっぱギリギリまで分かんないじゃん、決勝ね、まあ、そうですね、確かにで、トンズとトイロ、はい、ですごい名前だ ね、 すごいねトンズとトイロ、はい、おしゃれでしょ、おしゃれでしょ、変じゃない、トンズって変じゃない、おしゃれ、トンズはどっから来てんの、あのあだ名がもともとトントンやって、うん、トンが2つやからトン S です、トンズってことね、はい、え、待って、なんでそんな落ち着いてんの、え大先輩だよ、なさい、まあ、ねえ、やめろ、待って、1年目でしょ、はい、俺ら14年目だよね、うん、ってことは俺らで言う誰、だから俺らで2期だから熊田雅史さんだね、じゃあ分かりづれえだろお前な、分かりづれえよこれすげえ緊張してたよな、怖いんだから、あ、でもあの人だから俺らで言うトータルさんよりちょっと上でしょ、まだトータルさん13年とか13年先輩だから、ね、トータルさんと最初共演した時ガチガチだったよな俺、いや本当そうこんなかね、最近の若者はダメだ、めっちゃ声おかしいって、あ、ドンズっすよ、そんな、そんな人じゃない、それにしてはその番組説明とか何も出しすぎっすよ、まだまだ何も説明してない、番組説明なんかないんですよ、まあ、番組とか、まあ、今回だから、はい、まあ、THEW で見たときに、うん、あれ1年目でだいぶすごい、まあ、仕上がってるなと、俺らの中でね、確かになんかキャラがなんか下妻物語みたいな、なんかはっきりしてたじゃない、うん、お嬢様みたいな格好してたし、漫才の時、はい、で、こっちがなんか古いタイプのヤンキー、ね、古いタイプの俺らも勝手に女金属バットって呼んでたけどトンズだけでしょ、女金属って呼んでたけど、確かに私が小林さんってこと、いや一応小林さんに見えるなって、小林さん、ほぼ小林さんだもんな、小林さんに行ったんでしょ、喫煙所で、なんかこの間俺タバコ吸っとったら変な女近づいてきて、あ、どうも女金属バットですって言ったらしいわ、やばさによってトンズが言ったらしい、それはどっから情報、お前ら、トベヤスさんに聞いたの、本当に、うん、これだな、ちゃんと喫煙所にいてはって な一緒に挨拶行って、はいはい、ちゃんと1年目の春風に着くトンズですで、あのトベヤスさんよく似てるって言われるんですよ、女版の友康さんすわぐらいしか言ってないです、いや、まあまあ言ってた、まあまあ言ってた、結構言ってた確かに、それぐらいだったら多分言ってるねすっぴんできたでしょ、え、すっぴんできたでしょ、ちょっと化粧してるよ今、だいぶしてますよ、ね、だいぶしてる、はい、なんだろうお前、その芸人じゃなくて女の方をいじるかい、なんでそこに、ちょいちょい、違う、でもよよ、俺トータルさんと最初共演するときにちゃんとメイクしてんだよ、トータルちゃん、メイクしてないし、トータルさんとちょっと弱いのやっぱりずっと良くない、まあ、この YouTube、まあ、でも千鳥さんじゃない、だから俺ら、まあ、だから千鳥さん以上に芸歴が4期とかなのか、千鳥さん5期4期ぐらいか、だから本当にちょうど千鳥さんぐらいかな、うん、まあ、上で言うとね、でも最近のだから Z 世代ってやつですか、我々言葉ももう分からないんですけど、でもやっぱり何世代って言うんですか、最近の若い子は、うちらゆとりやもんな、そうですね、ゆとり世代、ゆとりは俺らなのよ、
ギリギリね、多分。まあまあ、俺らもゆとり世代育ったんだけど。おいくつですか？僕38です。38、2人です。38か。今いくつ2人は？私25です。え25 27です。あっ、ちょっと上なんだ、はい、そうなんですよ。俺もう22ぐらいだと思ってた。そう、結構、はい、1年生だけど、はい、芸人やるまでは何やってたの、お二人は。私は大学1ダブで5です。1ダブの5、はい、だから5年行ってってことね、うん、はい、私も大学5年行って、うん、一留学で、一留学で5、はい、プラス 2年会社員してました。まあ、会社員してたんだ、はい。え、それ何の会社？ウェブディレクターっていう職業で、しっかりした、ね、ちゃんと働いてました。あ、そっか、なるほど。俺、なんだろう、その18ぐらいで始めてこんな感じだったらだけど、ちゃんと社会人に合ってる方なんですね。あるし、そうですよ。別にトンズも別に普通だよ、うん、今だけの子ことはこんな感じだよね。はい、トンズやばいって。やばくないですよ。だからそれ14年先輩だけど、だそこまでになってないってことなの、俺らが。わかる。ね、酒井さん、頑張ってきたよ、ね、頑張って、一応頑張ってきたけど今の若い子に、ね、刺さってないんですよ。もう舐められてる。テレビなんか見ないんだから。そうな、テレビなんか見ないのよ。舐めてないっすよ。でもこんなもんだよね、だ本当に。だってこのキャラがさ、違う、すごく考えすぎてるけど、このキャラがやっぱ受け入れられて、やっぱザ・ダブルでも出てたじゃない。まあ、いや、でもすごい時代が来たらって、やっぱそのなんか俺らがなんか結構1年目って先輩への恐怖しかなかったじゃん。なんか面白い芸をやろうとかそういう余裕なかったじゃん。だけど褒めてることね。いや、褒めてる、これでいいと思う俺は。いや、でも急に呼ばれたから恐怖ではありますよ。急に呼ぶんだよ、先輩って。急に呼ぶんだよ先輩って。ある人全急に呼ぶんだよ。弱いよね、やばいよ、うん、この見た目のね、先輩が急に呼んできたら怖いよね、はい、確かに。急に呼ぶから、ごめんね、先輩って。そうだから、それこそ本当に、まあ、ゲスト招いていろいろお話をする、はい、まあね、YouTube やってるんで す, うなんですけど、はい、もう我々に再生数を稼ぐ能力っていうのはなくて。え、そんなことどうにか、そう、他力本願チャンネルで、でもういろんな人呼んじゃって、もう誰もいないぞってなったら、ちょっとなんか春風に次ぐ魅力的に見えたんだよね。なんか誰もいなくて魅力的に見えたって言い方も良くないから、ね、そうそう、だから単純に興味あって春風に次ぐの話聞いてみたいなっていうのを、やっぱり今ちょっとマネージャー通して呼ばせてもらいました。ありがとうございます。強心臓感というかね、うん、なんかいきなり俺らが初めてアンバサダーに、俺らも何も知らさずに来たには今年もやるんだから、まあね、そしてその日にもうなんか普通に決勝進出してさで、その会見でさ何勝手に決勝進出したみたいな、勝手に1年目で決勝進出するみたいにして、でなんかインタビューとか俺らしてたら、したらトンズがいきなり、いや、なんかあたしたちがそんなんやったっけ、あたしたちが決勝行って、なんか決勝行きましたとか言って言ったんですけど、なんか楽屋でなんか鬼越さんとかのテンション低くて、なんかかまされました。決勝行きましたじゃないよ、あの日が準決勝で、楽屋におはようございますって挨拶しに来てくれた、わざわざ1年目で。その時の鬼越トマホークさんとニューヨークさんの態度が悪かったって言ってたのね。そんなん言えた ?1 年目で。言えないよ。言えないよ。根に持ってるやん。女子だから。で、今何て言った、はい、根に持ってる。ほら、根に持ってるやん、このハゲって、ね。このハゲとは言ってないですよね。14年のキャリアをお前、なんでお前がそっち側に行くことによって俺、今1、3だね、遊ばれてんだよ。俺と地方のキャバクラでモテないやつみたいになってるから。いやいや、そう。でもとにかく正直にさ、その挨拶来たじゃん。あの時やっぱイメージ悪かった。本当の話、本当のこと言って。あの時は記者会見だから、まあ言ったら、まあ絡みとプロレスでやってくれたのか、それとも本当に、わ、この先輩ちょっとしんどってなった。どっち？リアルな、リアルなところ、リアル、うん、そのまあアンバサダーの態度ではない、うん、あれどっちがどっちが、どっちもどっちどっちもどっちもどっちもニューヨークも態度悪かった。ニューヨークと島田とさ、屋敷もいたわけじゃん、はい、誰が一番ちょっと態度悪かった、あ、こいつないな、ないわと思った、うん、アンバサダー意外と屋敷さん。そうなん、意外じゃないんだ。あいつそういうのちゃんと見てるね。さすがだね。屋敷って冷たいから、基本的に。全員やから挨拶した時に、うん、まあ、入ってきはったタイミングで挨拶、うん、そうですね、行ったからか分かんないですけど、うん、全員背中向いた状態でこう顔だけ向けて、あ、そうそうそう。ああ、まあまあまあね。そんな感じだった。はい。でも一番女芸人を女として見てる男だからね、やつは。
俺は全て知ってるよ。最悪やん。全て知ってるよ。だとしたら、もうちょっと愛想よくしなきゃダメだよね。そうそうそう。確かに。NSC 在学中とかね、あんな透かしてるのになんか、よろしくやってたもんね。よろしくやってた。良くないね。やっぱそういうのあったからさ、まあ、そうそう俺らの時代はね、今でもないと思うけど。多分今はまたちょっと男女とかそういうのも言っちゃいけない時代なんですけど、はい、でもまあ、ちょっと憧れてたりね、あこの人なんか色気あるわみたいなぐらいはこのチャンネルで語ってもらいましょうよ。1年目にも。こんなちょっとごめんなんかスイッチ入っちゃってるよね。それやっぱり最近キャバクラとか行けないから楽しんじゃった。楽しいやん。よかった。そうこれで、ね、楽しいのよ。楽しい。すぐ裏返しなのよ、りょうちゃんって。そう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 。やっぱ最近コンプラ厳しいからさ、はい、俺らもやっぱ夜の街あんま出れないのよ。だからあんま女子とね話す機会ないから。うん、そういう目的で一番さ、女として見てる。そうだから、そう嫁より若い子と喋る機会がないのよ、本当に、そう、嫁とも年離れてるけど、うん、それでも29だからね。でも9ぐらい離れてるね、嫁と。そうそう、でも29より下よ、だからすごいじゃない。全然大ありってことでしょ、正直29でも OK なんだから、25とか6でも全然いけるってことでしょ。いやいや、もう話題合わないだろ、好きなアーティストとかのなんか好きな浜崎あゆみとか知ってる？知ってますよ。知ってるけど、ちょい上かもね。まあ、そうですね。なんで育ったの？その一番好きなもの、まあランキングを聞く前にちょっと人となりを聞きたい。一番好きなもの？一番好きなもの？一番好きなアーティストとかね。何を聞いてきたか。シーア銀杏ボーイズ好きっす。あーそれっぽいな、まあ、バンド好きなんで。いやだったら銀杏ボーイズは俺らも世代だからね。そうですね。でも俺は最初にだからなんでその YouTube 呼んでみようかと思ったのが、やっぱトンズのあのキャラとさ感じがちょっと最初って先輩が衝撃的なのよ、なんか、なんか椎名林檎が現れたみたいな、ついに吉本ですか。椎名林檎、椎名林檎とかウーアの類というか、椎名林檎全然違うんです。違う違う、アーティストっぽいんだよね、芸人っぽくないというか。まあまあっぽくないね、確かに。ガールズバンドの真ん中みたいなさ感じあるでしょ。なんかでもその感じは確かした、うん、まあ衝撃で、まあ肝座ってる感じで、そう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 、なんか吉本に入ってこないタイプに、うん、それで言ったらこっちも確かにトイロの方が、いや、まあ、トイロ気持ち悪いねみたいに言われて、ね、トイロがね、トイロでしょ、まあまあまあ、いや一式は一式トイロって気持ち悪いですよ。どっちも気持ち悪い。一式トイロです。一式トイロ、一式トイロです。そう、俺は一式って呼ぶわ。まあまあまあいいですよ。いやいや、まあ、俺トイロじゃないのって。トイロ、トイレ、トイレ、G すぎる、イントネーションが G すぎるわ。でもその俺はこのタイプの子はあの NSC にはよく入ってくるのよ。ああなるほどね。でいろんな男芸人と付き合って辞めてっちゃうんだけど、よく言われるねんな。結構言われます、ね、それよく言われるでしょ、失礼な感じで。在学中は別に付き合ったりしてないんですよ。私あの全く恋愛感情がないんで、あそもそも一回もないです。男に対して、はい、芸人とかじゃなくて、はい、もう男性に興味ないの、はい、なんでこの企画受けたの。いやだから知らなかったですから、内容。あ何の企画か、はい、あれ送られてない。あ送られてきましたけど、送られてきた、勝手に入ってました。でも無理やんなって言ってな、ムラッとなんかしたことない。でも全く感情がない中でこの人かっこいいとかも一切思わないの。普通にあイケメンやなと思いますけど、うん、あその感情でいい、その感情でいい。あと友達になったら嬉しいなとか、そんなんでいい。でもなんか芸人さんってその恋愛っていう面では一番底辺のイメージなんです。どういうこと。一番職業として、あ彼そのあれでもあなたも芸人さんなんですよ今。びっくりじゃない。まだ芸人の自覚ない。運動不足解消で NSC 入ったんで。すげえ笑ってる。じゃなく、すいません。すげえ笑ってる。ちょっと待って。すいません。なんで？なんで？ちょっと待って。暇潰しは苦しい。ちょっと待って。でね、今日ロンゲットする場面おかしいって。ね、聞いてみたい。様子がおかしいって。どうした？今までさ、暇潰しで NSC 入ってた時どうで、運動不足解消って。暇潰しじゃないです。もう本気で運動不足を解消する。そんな運動しないでしょ。ダンス、ね、数学とかでもします。ダンスオンラインやったんですよ。え、マジで？コロナ禍で。あ、そう。コロナ禍だからじゃあ受けてないんだ実際。そうなんです。レッスン。受け入れすぎだって。おかしな声。運動不足会場で入ってんだよね。いやでも変じゃんだって。そう。いや、でもその多分見た目で勘違いするけど、こういうちょっとお笑いが好きで、うんうん、こういう見た目でね。で、お笑い好きで NSC 入っちゃって、特にネタ見せせずに、うん、同期の知り合いだけ増やしてやめてる子の感じには言われます。言われるでしょ、はい、
その横は各機にいるのよ、このふわふわ系女子。まあまあ、だからみんな辞めてくんだけど、その中でこうやって頭角を表して、ましてね、ザ・ダブル決勝出るってなかなかいないから、だから変なんだと思うよ。そういうのも含めちょっと聞いてみたいなと思って。はい、で、トンズの感じはいないでしょ、NSC に。そうだよ、ちょっと落ち着いてくれよ、ジョーちゃん。ずっと 100% で。引くとこ引いてくれ。進まねえんだよ、これ。わかるか。俺が呼んだんだよ、俺が興味ある。いやいや、そうじゃなくて、ジョーちゃん、一回落ち着いてくれ。そのもういい。いや、違う違う、ちょっと、ヨちゃん、変だよ、ちょっと。ちょっとなんか、たまにあるのよ、こういう時。違う、そのやっぱ、違う違う。おっさんになったなって思っちゃったの、俺が。そうだ、まあ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 。俺らも十年になろう。どっちも。メンヘラすぎんだよな、そう、本当に、りょうちゃんは、すごくね、この、激しいのよ。あの、そう。そうなんです。でもさ、格闘技術を見せつけなきゃいけないし、だから、俺ら見せつけられたのよ、やっぱ。まあ、先輩と共演するときに。今んところ見せつけられてる、走られてる。まずね、もうファイナリストだよ、りょうちゃん。M1 3回戦っぽいの、俺らが、その時、おこがましいのよ。ファイナリストだからすごいんだよね。分かった。じゃあ女の子に1年目の女の子にもてあそばれる感じを今日楽しんでください。はい、いいやそれで。その楽しみ方ね。それでいい。まあまあまあちょっといいわ。お願いします。まだ本当にごめん。なんか急に呼んだから、はい、本当に特に何も多分聞いてないと思うんだけど。はい、まあムラッとする男芸人ランキングで言って、まあ僕たちの企画では結構ねやってんだけど、はい、女性芸人来て、何でも大丈夫。まあ恋愛対象としてもいいし、はいはい、なんか例えば本当に挨拶さっきさ。まあ、イメージ悪かったでしょ、俺ら返さないっていう。そうだね。そういうやつらも、まあ、もちろんいるのよ、先輩の中でも。だけど、その中で、まあ、単純に挨拶した時にイメージ良かったとか、あの、共演してみて、あ、こいつマジで面白いなとか、そういう人をちょっと。面白いから好きとかね。あと、本当に、あの、ムラっとくる男芸人ランキングって、まあ、ポジティブなランキングなので、好きな芸人を発表してもらうんだけど、逆にもう全然嫌いな人発表してもらってもいいから。するわけないじゃないですか。まあ、1年前からいないからね。そこをちょっと口滑らせチャンネルって呼ばれてまして。怖い怖い。よくないよくない。まあまあまあ。だから、いるとしたら同期とかだから、多分俺ら分からないですよね。そっか。だって、令和ロマンだってもう7、8年先輩になるの。はい、めちゃくちゃ先輩で。1年目ってやばくない？ 5 年先輩じゃ6年目とかじゃない令和ロマンって。そうですね。春風に次ぐ以外で他事務所でもいいから出てる同期とかっているの？なんか。テレビとか。やっぱ誰やったっけ？弱る気。ああ、まあ、弱る気っていうコンビが。何それ弱そうみたいな。同期、大阪同期で面白そうに今年出てました。今年1日のやつ、はい、1日のやつ出てたのと、一緒の深夜のハチミツっていう番組に千年ぶりっていう千年ぶりあれ、いたのかな、はい、まあ、俺も出してもらったんだけど、はい、いないか、多分お前はいないと思います。今、はい、今入ってる たまにいます。たまに、はい、東京 NSC だってのは誰だ。東京 NSC やったら神保町の劇場にボブのコーラ。ボブのコーラね、知ってんの。いや、今度番組やるときにボブのコーラどうですかってあのマネージャーが言ってきたから。そう若い、それこそ20歳とかの方です。そうですね、高卒ぐらいの。それが同期だと、はい、エドベルト首席、はい、首席で、あとアリハガっていうのが。アリハガ、はいはい、知らない。大阪の首席は誰。ヒグマっていう。ヒグマ、はい、男のコンビ。はい、30歳の方、はい、1年目だとちょっと分かんないよね、やっぱ。でももう会うことないからね。俺らもさ、その深夜のハチミツに一回出たら、はい、あまりに分かんなかったのよ、うん、でちょっともう交流を持たないと俺パーティーちゃんしか分かんなくて。ああ、メンバーがね。そうそう、でパーティーちゃんも割と年じゃない、あの中だとまあ芸歴は確かに長いと思うんですね。体張った後ちょっと腰を押さえてたりするじゃないですか。そうなんですか。まあ、スガちゃんは結構芸歴いってるからね。キョンチーにいたって半分寝てたし、ね、まあみんな押さえてたよ、力は。みんなだいぶノブコも結構目尻にシワとかあったりとか。年の話なんだっけ。そうパーティーちゃんしか分かんなかった時にあれ、これパーティーちゃんより下の世代いっぱいいるぞと思って、はい、確かに。でなんかちょっとニューヨークとさ、若手と絡む番組とか始まったじゃない、うん、今後多分配信されてくる。配信ねされる。で知らないともう全然、まあ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 、まあ、あそこでも正直1年目っていなかったからね。そう、大体4年目5年目から10年目ぐらいだったから、本当に1年目と絡むことがなくて、はい、で俺ら反省点があって、はい、まあ反省点というか人の振り見て我が振り直せを思ったことがあって、俺らが卒業した時に15年とか10年ぐらいの先輩で、うん、はい、え、何お前ら何期、え、何期、あ、NSC 東京15期でさ、あ、もう分かんないわ、10期超えたらもう分かんないとか言ってた先輩はもうみんな消えてった。そうなんや。そう、本当に。
一人残らず。分かんないってでも今言っちゃうんだけど、はい、後輩のこと興味ないやつってみんな消えてくるんだよ、この世界。俺らの時ってさ、ウィキペディアとかでこの人何期だとか先輩でね、はいはいはい、調べてるからなんとなく後輩は頭に入ってるんだけど、その先輩って後輩だから、俺らで言うと俺15期なんだけど18期ぐらいまでしか分かんないわけよ、はいはい、そっから先誰が何期とか全く分かんないから、うん、確かにその、いやもう分かんない、覚えらんねえよそんなのみたいに言ってる先輩はめっちゃいた。そう、覚えらんないよじゃなくて、こっちが覚えなきゃいけないのよ。で、絡み方とかも、ね、それがすごい、ちゃんとそう、やっぱ本当に消えてったの、そういう人たちがね、だからそれを、だからそれを踏まえて、はい、今日は1年目に以上絡ましてもらおうか、1年目に絡ましていただこうと呼ばせていただきました。中途半端にね、4、5年目だとちょっとあれだから、1年目からちゃうっていうね、完全にね、フレッシュね。なんで今回はムラッとくる男芸人ランキングということで、はい、ランキング3、2、1で、まあ、3人じゃなくてもいいんだけど上げてもらいたいなということで。そもそもお笑いとかは好きなんですか、2人とも。結構私はほんまに中学の時から芸人になるって、はい、思ってたんで。誰が、好きだったの。ライセンスの藤原さんの顔版です。この感じで、いいね、いいね、この感じで、マジでシンプルシンプルイケメンの顔ファンとか、笑い飯さんとかじゃないの、ストロングお笑いじゃない、藤原さんの顔ファン、びっくりイケメン。じゃあそれ、ね、結婚した時とかちょっとショックだった。いやもうあのその時中3やって、うん、体育委員やったんですけど、うん、体育倉庫にライセンス藤原さん結婚過去なきって書いてあって、ガチやん。うわマジだ、めっちゃ顔ファンじゃん。じゃもうゴリゴリ無限大ホールとかに来るような女の子と同じような入り口は ね、 ね、結婚を機に行かなくなるファンたちと一緒。すごかったんだから、ライセンスさん2人とも結婚した時にお客さんブワッて減って、そうなんだ、顔ファンすごかったのよ。ほんまにすごくて、あの発表される3日前ぐらいからライセンスの藤原さん結婚するらしいでって噂、他のファンの人から聞いて、でも何も言ってないから、うん、大丈夫ちゃんって言っとったら出たから、ソースどこっていう情報さえも出回ってました。怪しいって。またがもうその友達もいたんだ、お笑いファンみたいな。はい、それどこで活動してたの。普通に見に行ったりしたの、劇場は。いやもう中学の時やし、うん、もう小6、中1ぐらいで iPhone がもう、うん、あ、世代の世代か。そう、 YouTube でずっと見てます。もう動画見れてたんだ、はい、生まれは関西。神戸です。神戸、はい、ってことはもうライセンスさんが東京来てからのファンだから。そうです、全然だから知らんくって、東京いてはるとか、うん、このおもろい人はないやと。なるほど。その面白いイケメンがまだ小学校の時に存在してなかったんですよ。まあまあまあ、確かに。それでびっくりして、でどんどんお笑いにハマって。なるほど。じゃあ入り口もほんと藤原さんなんだ、うん、藤原さん。今も好きなの。今はまあちょっとね、あれ、あれ、そのえ、なんで、え、ニュースとかをしてはるじゃないですか。いいや、ニュース。藤原さんがってこと。はい、面白というよりも。お前悪いぞ。いやいや、いいや、ニュース。まあ、ドローンとかね。面白卒業されましたみたいな言い方すんの。なんか、面白から。タレントに。いやいや、タレントさんになられはったからっていう、はい。ちょっとあんまりネタをされてない。ネタをしてる時の藤原さん、ライセンスの藤原さんが好きだったってことね。独身の時が好きだったってことでしょ。まあ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 。まあ、そう、そういうことね。はい。やめてください、そんな。でも不思議だったの。もうそれはまさかあの芸風とさ全然マッチしない。逆にあのトイロが言うなら分かんないよ。トイロ、トイロってちょっとなんか言い方なんかトイロが言うなら分かんないよ。ずっと中二なんですよ。トイロ、トイロじゃないからって。トイロっていう、合ってます、合ってます、合ってるね。意識ちゃん、意識ちゃん、意識ちゃん、意識ちゃんがむずいって。意識さん、意識さんはどうだったんですか、お笑いとかは。でも私、あの人を笑わせたいと思ったことは人生で一回もなかったんで。今は、はい、全くお笑いは別に、正直バラエティは結構見てましたけど、ネタとかはあれフィクションやしなと思ってました。ああ、まあフィクションだしね、本当にね。はい、じゃ結構冷めてたんだ、ネタとか見ながら。でもネタは全然見てなかったですね。じゃこの人好きとかでもなかったの。そうですね、まあその普通にバラエティに出られてるお笑い芸人の方々を見ては、まあ普通に面白いなとか、さんまさんとか見て面白いなとか、全然ファンとかはないです。あ、そう、はい、じゃあもう本当に、まあ、OL やってて、あ、なんか NSC ってあるけど入ってみようみたいな。いや、だから本当にずっと在宅勤務だったんで、うん、コロナ禍で2年間会社員が。でも私用事ないと外出ないんですよ。だからほんまにこう全部の筋肉が体脂肪に なりかけてたんで、なんか運動しなあかんな、よし NSC やっていう感じで。よくトンツ組んだね、ここの志、はい、知らなかったんです。あ、それ知らなかった、はい、後から聞いたの、はい、相当やばい物件よこれ、はい、
え、運動不足で NAC 入ってくるって、うん、珍しいし、まあ、こういうふうにさ、まずさ、フィーリングカップルみたいなお見合いみたいにするんじゃないか、うん、組むとき、こういうこと言ってる人ってあんま組みたくないじゃん、それ黙ってたの、ずっと、うん、いや、てかそのクラスが違うかったので、私も花どうって言われるまで知らなくて、うん、なんで話したことない状態でした。え、まだあんまり知らないってこと、お互いのこと。今知ってますよ、ちょっといやでも何にも分かんないです、うん、ずっと迷宮入りです。迷宮入り、はい、NSC、ミステリアスでね。 NSC の 何月ぐらいに行くんだ。そうですね、7月後半ぐらいに組みました。どっちから声をかけて。私が、はい、もともと組んでた男女コンビを解散して、で、まあ、W もあるし、トイロさんがちょっと、まあ、なんていうの、お嬢様キャラでピン芸人やったんですよ、うん、あ、はいはい、それだけ知ってたから、その6月にライブがあって、現役生の、それを見に行ったんですよ。ラッシュっていう、んで、あ、トイロさんピンで出てくるわ、うん、知ってるし楽しみと思ったら、もうその会場におる全員が満場一致で思んなかったんですよ。ダントツ最下位、トイロさんが、トイロさんが最下位だった。最下位やって、セリフも覚えてなかったし、なんかネタもよくわかんないみたいな感じで。でも何のショックもないし、別に好きでも何でもない業界の運動不足でね、まあ、ショックではないですけど、うん、その人前に出るって恥ずかしいなとは滑ってるっていう感覚はあったんじゃん。なるほど、滑ってるというか、受けないなっていう、セリフを結構変えたんですよ、うん、なんかやっぱこっち方がいいかなみたいな、うん、当日に何も覚えてなくて、ずっとカンペ見ながらやってたんですけども、声小さすぎてちょっと恥ずかしかった。もう誰も、そういう恥ずかしさがありました。滑ってるというよりは、何て言うんですかね、その何もできてない自分、場の恥ずかしさみたいなのがありました。そこでさ、ずっとフィクションだってちょっとバカにしてた芸人とかにリスペクトとか、あ、本当はすごいんだなとか思った。それはちょっと、それは思わなかったあんまり、はい、自分の経験として、あ、これ恥ずかしいんだみたいな。単純そこまで頭回ってないよ多分ね。そうですね、その時はね、普通に、まあ、出ないといけない舞台ぐらいの感じ。あ、なるほど。発表会的な。よくそこから1年でトンズ選んだの。いや、私がネタ書いた方がこの人おもろいと思って。あ、だ、一応素材はいいなと思ったってこと。あ、そうです。なるほど。で、もうさっきネタ書いて持ってって、うん、そうです。こんな感じでネタ書けるけど、それは結構なんかお嬢様ネタみたいな感じ。お嬢様と、はい、まあまあツッコミとキャラがね、まあ、でもまあ正解だったってことね、1年目で今の現時点で、そうですね、答えてるから。すごいやもう、でもやってること屋敷やん、やってること嶋佐ってもう全然面白くなかったのよ。まあ、面白くなかったというか、まあ、かわいい、あの、なんていうの、マニアックな感じだった、まあ、誰もがそんな認められてなかった、知る人ぞ知る名店って感じ、うん、そう、屋敷は結構チェーン店だったから、まあ、みんな知ってるぐらいの感じで、その中で屋敷もちょっとなんかいろいろ見て声かけて、でも屋敷は嶋佐のことめちゃくちゃおもろいと思ってたから、まあ俺らも思ってるんだけど、そこはだから意外とこううまくいくっていうさ、そういうちょっとそういう、まあだから見えたんだね、よく。そうですね、その子なら私、この子なら絶対いけると、ね、いや、最初はほんまにお試しやったけど、そう、もう組んで1ヶ月ぐらいでダダダダッとこうなんか賞レース1回戦通ったりとかで、 M1 とか、はい、で、M1 3回戦行って、でも俺らと一緒じゃん。いや、そうだ、恥ずいね、1年目で俺14年目だから NSC の時に、まあまあ、NSC の時にって今いらなかったよな。いやいや、まあでもすごい、それぐらいすごいってことなんじゃ、なかなかいないよね、そんなね、確かに。でもなんか解散とかできる状態じゃないというか、あ、まあそうですね、やらなきゃなくて、そっかそっか、はい、また自然と本当背中押されたぐらいの感じか。そうですね、で2月にやっとあの喋りました。あ、え、なんか普通には喋ってましたけど、うん、クラスがちゃうくって、で一緒になってから、うん、その2月ぐらいに、うん、あの同期が、うん、トイロさんが芸人にならんらしいけど、どうするみたいな、あ、NSC 卒業するけど芸人にはならない予定だったの。いや、私は所属はして、うん、そのお笑い活動はしないつもりやったんです。どういうことですね、所属だけして普通にあのフリーランスとして働こうと思ってて。フリーランス、もともと本当にだから、体のために運動不足で本当に入って一年運動できたし、もういいかなぐらいの感じだった。運動はできたの？それはもう通学がありますからできてるでしょう。なんとなかったんだね、それ NSC じゃなくても。いや、まあでもやっぱ人前に立つことでこう引き締まる部分もありますから。あ、ほら、見た目ね、見た目が、なんか普通のジムよりもそういう意味ではいいかもしれない、効率が。まあデヴィ夫人と喋ってみたいな、なんか一
人前に出るとね。すごい。俺でもこんなこと怖くて組めない。いつどこ行くか分かんないじゃん。全く知らん状態で、まあ、今の話がこじれこじれ、うん、その同期が豊呂さんは芸人ならもう所属せんって聞いて、うん、ってなって初めて2月に喋って、うん、じゃあ今みたいなそのフリーランスがどうどうどうみたいな所属するしみたいな言って何のこっちゃ分からなくって、うん、で結局どうするんですかって言ったら、まあ、芸人はやりますって言うから、うん、じゃあ継続ちゃんと継続続行、はいはい、それでなんとなくもうザ・ダブル決勝でもここまで来たらもうやめらんないよな、まあ、そうですね、まあ、でも将来的には私は文化人目指してるのでじゃあ本当に、まあ、どこまでいけるか分かんないけどとりあえずコンビでやって、はい、どうだトンズさ相方でさこんなこと今言われるわけじゃん新世代だな、それで別にいいんだそう今はとりあえずもうはいとりあえずいいですそれあそれでもさどっちかこう違う別々の道にっていうのは別々の道そして新助龍介さんみたいな解散しようとしてる感じなの将来的にはそれでもいいの名前残しで、はい、名前残しでキリンさんみたいな形でもいいってことねはいキリンさんは別にお互いが別々の道行ってるじゃん別々の道に行ってるわけじゃないの MC とバスケットボールで田村さんは別々の道添い遂げたいけどその世間がそれを許さないいやそんなことない違う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 左手は添えるだけの左手にもなれなかったんだよいやいやいや今ちょっとあれよ添えようとして頑張ってる今いろいろと頑張ってるからね、うん、なるほどだからもうゆくゆくはちょっとこうまあ違う道行くかもしれないけどとりあえずやって1年目なんで、はい、まだ分かんないね、ま、だ全然気持ち変わる可能性もあるしね何も分かんないすげえななんとなく人となり分かった、うんうん、新しい価値観だね俺らの頃でなんかさちょっと一人がやる気ないっていうわけじゃないとお笑いに熱くないとさそれだけで喧嘩になったりしてたのよ、うん、お前真面目にやれよみたいな、うんまあ、そういうわけでもないんだね特に男はそうだったね、うん、トンズ側が怒るのよ普通なんでお前やる気ないねお前決勝行ってんねやな仕事めっちゃ来とるやないか でもね全部遅刻してくるんですよえ彼女がクズなんだ、はい、そう違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 うゴール遅刻ですよやる気ないのトンズ違います違いますなんでトンズはお笑いしかなくて家貧乏で家ゴミ屋敷でみたいなじゃないのトンズの理想像やめてよなんでゴミ屋敷なんだよ分かるよじゃないねなんか育ちちょっと悪いイメージあったけどでもそんな感じもめっちゃ小食でタバコしか吸ってませんいやそれ友達そうかもそれは合ってるかもそれは合ってるそれは合ってるかもそれなんで遅刻するのめっちゃはいでもそれはもう小学校の時からやから治んないですもう無理なんだはい全然遅刻それタイルはそれ許してるわけはいもうねしゃあないなってだっていや逆に遅刻してくれてありがとうと思ってほしいなんでやんどういうことだってこれ私が遅刻せんかったら完璧すぎるじゃないですかもうやからもう何にもトイロさんが変できるところがないなるほどいやいやだからこうやってネタを書いてるしね、はい、偉そうに遅刻するんすよって言えてるだけ感謝してほしいトンズアが立場がなくなっちゃうウーマンラッシュアワーは ウーマンラッシュアワーの村本さんと全く同じこと言ってるほんまにウーマンの村本さんもそれ言ってたもうほんまにちょっとでもありがたいと思ってじゃあアメリカ行ってもらっていやいやいや沖縄とアメリカパラダイスさんの生活エグいぞ今辛いぞお前、ね、社長と飲んで宅内2万くらいで毎日それ貯めていけそうじゃん辛いぞあれあでもすごいコンビだね新しい価値観だねなんかそんなにあのね気合い入れて解散しちゃうお笑いコンビっているじゃん、うん、昔の人って、はいはいはい、なんかお笑いお笑い真面目にやろうぜ真面目にやろうぜって言い過ぎてなんかいい感じ2人とも脱力まあそうだね脱力というか今の芸人ってこんな感じなのかもねだから本当にテレビ出たいですっていう感じよりかはまあ楽しくやっていきたいでもその上で結果出てるから、うん、あと決勝1年目でいったらさやっぱどっちかがこうなるのやっぱ来年も行かない決まってんな来年も行かなこれ来年も行かなこれ同期とかに示しつきまへんねみたいな誰誰誰やめろお前誰がいいのこれ聞かねえ関西弁ももとかさそれももさん守るそう、うん、あのももとかさ自分に攻めるの方だねそう攻めるの方攻めるの方がこっちなんだやっぱ来年も行かないあげまへんでみたいな失敗っていうのも感じはないももも頑張ってんだから頑張ってんさでいきなり一番良くないのよ芸人に頑張ってるんだいや頑張るのが一番大事だからねもうでも頑張ってないそんな頑張ってないじゃん頑張ってますよ
そりゃ、まあ、そりゃだこう見せてるっていう、まあ、この戦略の可能性あるからな。裏でめちゃくちゃ本当は努力してて、えじゃあライセンスの藤原さんってあれ嘘だよ多分言うとこうみたいなこと、あれはい、それまでそんな感じ、それまで計算、うん、俺らが食いついちゃう、そこに食いついちゃった食いついちゃったらもうそう、あいつらあのハゲットで多分食いつくぞ、藤原さんぐらいちょうどいいよライセンスさんって言っただけでもう多分ピンピングで、ピンピングするぜ、もうブラックバスだから俺何でもないじゃんすぐパクッてしちゃうから、確かにな、そうライセンス藤原さんですってこの感じでって言って食いついちゃった、めちゃくちゃ食いついちゃったから激チョロやん、そう激チョロ激チョロ、手のひらでね、言葉のチョイスも友康さんっぽいもんな、激チョロとか言うね、激チョロとか言いそうだもん、友康さん好きでしょ、まあ好きですね、正直今は、はい、うん、好きやしの飲みたいなと思う先輩では、あ、本当、まあだ、ダメだよ、まあね、まだランクインするかもしれない先輩、まだ発表してない、まあね、よくない、まあ、もしかしたら出るかもしれない、これで友康さんって言いづらくなっちゃう、うん、いやいや、それを言わなきゃいいの別にさっき言ったやつが友康ですよ、別にいいんだよ、お前結構ネタバレしちゃうおでむよ、いやいやネタバレおでむ、ネタバレデブよ、いやいや、まあ、単純にそう思ってたから先取りおでむ、先取りデブ、先取りデブ嬉しいよ、先取りデブ、嬉しいよ、嬉しいよ、逆にじゃあ行きましょうか、ちょっとランキングで、でもほんまに嫌っすわ、これ嫌だマジで、これだから女がセクハラがない時代やから耐えてるだけで、まだね、ほんまに女がセクハラって言われたらどうするんですか、これ、だからまあ動画消すわ、そしたら動画消すから、ね、そうそう、女は今何言っても大丈夫だから、いやもうだってほら大先輩が7年前まではほじくられるぞって承知してるんですよ、そうそう、おい8年目からいじるのか、おい大将のことやから、もう7年後にそういう時代が来たら危ない、まあまあ、もしかしたらね、えでも大丈夫、別にそこは守るから、違うのよ、あのムラッとするってはぐらかしてると別に、なんつうの、なんつうの、オスとしてかっこいいというよりも、入ってみたら芸人としてこの人かっこいい、かっこいいブサイクもいるじゃん、この世界って、なんかそうですね、よう分からんけど、なんかミルクボーイの内海さんとかめちゃくちゃかっこいいじゃん、やっぱ誰がかっこいいブサイクなの、誰がかっこいいブサイクなの、なんかかっこいいじゃん、なんか漫才やる前のかっこいいじゃん、まだネタが面白くてとかもあるし、あともうもちろんあの8年後とか言ってるけど、それ別にそのなんかあの言うだけならタダだからね、そうだから別に大丈夫、言うだけは大丈夫で、もうずっと行動を許さなきゃいけない、今もでもあと分かってると思うけど、もう女の時代だから大丈夫よ、男が立場弱いだけだから、ね、これ行きましょう、まあまあ、はい、大好きだったライセンス藤原さんを振りに使ったわけだからとんでもない、とんでもないことですよ、これで俺ランキング1位藤原さんって言ったらもうおもろいけどな、それはそれね、最初好きなの、まあ、2人で共同でランキングですから、はいはい、2人でね、お願いします、3位からお願いいたします、はい、はい、3位は、桃の守さん、はい、出てた、出てた、守るってどっち、え、だから攻めるみたいな方だよ、そうです、ね、うん、金髪のだから守るがそっちだから、はい、攻める、だから逆なのよ、あの要は攻めるの方が金髪だと思うじゃん、はいはい、違う、もうね、はい、黒い眼鏡描いてる方が攻める、まあ、だから守るっぽい方が攻める、キャッチっぽいやつでしょ、あの、あ、そうですね、はい、え、なんで、いや、これが、うん、もうちゃんと理由がある、理由があります、はい、あの、うちらが劇場入る前に万劇メンバーと一緒にお仕事をさせてもらった機会があったんですよ、うん、その時にほんまにあれ初対面、初対面でこの後あれやったら飲みに行くって、飲みに誘っていただいて、初対面で、はい、で2人呼んでくれて、あとランランのももさんと、おお、え、守る1人で女子3人、はい、はい、守るエグくない、やったらね、ガールズバーグ、ね、中心にしてかもしれないです、大丈夫、端っこでした、いい店紹介されなかった、守るに、まあ、素敵なんだ、いや、まあ、いい店ではありましたけど、そうなんだよ、その女さん男一って、はい、もうすごい、ね、もうエロくもないね、まあ、男一って、もその仕事なんだよ、エロくないんですか、もう誘ってもらって、誘ってもらって、もうそれも自体すごいじゃないですか、すごい、初対面で、ほんで劇場メンバーじゃない時、違う時やし、でめっちゃ嬉しかったし、うんうん、トイロさんがその時ね、あのお酒飲まないんですよ、はい、で、私とモモさんとマモルさん、うん、ちょややこしいんですけど、モモさん、モモ違う、ランランのモモとマモル、マモルね、ランランのモモっていうのも、そうなんです、はい、ややこしいんですけど、3人があの最初1杯目ビール飲もうってなって、うん、あの瓶ビールをこうちっちゃいグラスで、はい、本当のビール好きがいる、ちっちゃいやつで
あの入れて、でトイロさんだけソフトドリンクやからこれぐらいだったんですよ、うん、はいはい、で乾杯ってするときに、うん、その後輩やから 下にせなあかんっていう意識があるけど、まあね、そのみんなこ う、ね、こうやってやるもんでいけへんくて、そのままパニック、うん、パニックになってそのままダーンってなったんですよ。あ、ピュアだね。ピュアだ ね、 アだね。結構一応トヨロちゃんそういう後輩やんなきゃとかそういう意識はあるんだね。もちろんありますよ、そりゃ。そっか、でみんな下からやるんだ。みんな下ちゃうから行こうと思ってこぼれた。こぼれた、こぼれた。すごい、なんかその落語みたいだよ、なんかね。いやーってこぼれて、そんだけもう、わーみたいな。みんなちょっとおもろい感じですね。なんやこいつとかじゃなくって、もういやもうそんな緊張せんでいいよみたいな、もうせんでいいよみたいな感じで、ほんまに後輩思いとかめっちゃ兄ちゃん、そうだね、優しいんだ守は。なんかいい意味で芸人っぽくない部分があるというか、う本当に地元の、はい、いいあんちゃんって感じだよね、はい、結構芸人芸人してないよね、うん、あいつだって意外と、はい、めちゃくちゃ練習するじゃん、はい、2人のネタとかってずっとやってます。だけどなんかその人懐っこいよな、さあ芸人っていうのは喋ったらすごいいいやつらだしね。そうですね、なるほど。ライブ終わりも毎回、はい、ライブも呼んでくださったりとか、はい、で打ち上げの打ち上げも桃さんとうちらこう2人で4人で、え、4人で1人守る。あ、はい、守る位置の、あ、違います。攻めるもいる、攻めるもいるとうちらで、はい、あの打ち上げみたいな、はい、そのが美味しいね、もつ鍋が美味しい、そう、美味しい、食べみたいな。じゃあコンビで一応世話になってるっていう、はい、はい、そうですね。でもやっぱり攻めるよりか守るの方が、そうですね、第1回があったので、はい、攻めるはなんで、攻めるはやばいからね、なんでダメなの攻めるは。攻めるさん、うん、ちょっとあれよな、喋るときずっと目パキってるような、そう、確かに目ガーンなってるもんね。しかも結構近いです。あ、じゃあちょっとそれ生理的に無理ってことね。そんなことない。自撮り撮るときもあの目やばいからね、これね、目がずっとこう、ね、ずっとやってるよねこれ。じゃあ一応まあ1回目待ったし、はい、守るの方がやっぱり、はい、でも意外だねやっぱり、うん、でもなんかいいやつそうだからな、守る優しいですね、うんうん、そのなんか桃に対してひどいこと言ってたな、2年目はしくじっちゃったなみたいなこと言ってきんじゃん。え、俺ひどいこと言ってないって。俺何それ、太るがひどいこと言ってた。太るじゃないよお前、すする見てるよだよお前、ブック守る攻める太るでやってる、いややってないの、そんなトリオみたいなさ。いやでもあいいね、ランキングとしてはこの感じの子たちがさ、うん、あの守るを慕ってるってちょっと、まあ、確かに守るの好感度上がっちゃうんじゃないこれ。上がるな、本当に優しいです。しかもちょっとこう若手の名前が出てきて嬉しい。あ、やっぱこれぐらいの、まあ、ちょっとさ先輩あの、まあ、春風に次ぐからしたら先輩の女の子来てくれるんだけど、はい、結構みんな上言うのよすごい、それやっぱちょっと俺らからしても後輩だから。でもさ、そうですよね、でも春風に次ぐからしたら桃だと10年ぐらい先輩じゃん。そうですね、はい、はい、すごいな。そか桃ってそうか10年目ぐらいの、10年目ちょうどそれぐらいですかね、はい、もう俺らがおじいちゃんだ。まだ14年目、まだ M1 は出れるけど、本当おじいちゃんだからね。本当に。じいちゃん。さあ、ということで、じゃあ2位いきましょう。はい、2位。3位が、桃の守る。はい。2位。2位が、はい、日本の社長。え？社長？社長。社長。日本の社長の辻さん。そうだ、よかった、ケツじゃなくてよかったよ。ってもうケツだったらカットだよ、ここ全然。あんな危ないやつ。日本の社長のピーになったもん。あれ、ボタンでもう歩き回って風俗行くんだから、あいつは。さらばさんの YouTube でもそう、すぐ入んない、あいつら。でも、さ、ちょっと今、ケツなんじゃないかっていう、なんか俺らの、ね、芸人の変な期待をしてちょっとケツであってほしいという気持ちもあったんだけど、そこは辻くん。はい、さん。俺ら同期の辻くん。あ、そうそうなんですね。セクシーだよね、辻くん。なんか、決して超正統派男前じゃないじゃん。なんだろう、なんか渡部篤郎感というか、今時っぽいっちゃ今時っぽいというか、そうだね、それは辻くんは、まあ、なんで私が、はい、なんですけど、はい、あのもともと、あの、もともとっていうか今森の宮漫才劇場で、うん、あのチケットのもぎりのバイトしてたんですよ。あ、そうなの、はい、芸人あ、芸人やりながら、なりながら、はい、そういうバイトがあってやってて、で、ほんまに
あの知らない先輩とかとも挨拶できるみたいな状態だったんですよ。でその時にあの全く知らん状態、向こうが、まあ、こっちは知ってるけど知らん状態で辻さんとすれ違った時に、はい、え服かわいいみたいな、おしゃれなって言ってくれて、服かわいいってフワちゃんみたいなこと言うの、爪かわいいみたいな、服かわいいみたいな、フワちゃんも服かわいいな、爪かわいい、はもうあ、服かわいいやみたいな、あの落ち着いた方が、ね、いや俺も冗談で言ったんだけどそんな冗談言うよね、まあそういう職業やってます、冗談言うそういう職業やらせてもらってます、それは冗談言うよね、もうやめて、もう太りややこしくなっちゃうから、あれ、ふ太ってかわいいねって言われて、おしゃれやな、ありがとうございます、うん、でもそのまま出て次の仕事行きはってもらえる、かっこいい、いうのがあって、ほうほう、でやっとまあ漫才劇場に10月から所属して、はい、でまあ、あの 年始かな、うん、に初めて、うん、あのちゃんとご挨拶した時にあのバンドが好きで、うん、そのバックにあのラバーバンド、ラバーバンド、バンドのこの、ま、この手首に巻くやつ、あれをいっぱいつけてるんですよ、うん、で、あの私バンド好きでみたいなって言ったら、でラバーバンもめっちゃつけててみたいな、うん、で言ったらなんかこのバンド知ってるみたいな感じで おすすめのバンド教えてくれて、でジュースごくごくクラブしてはるじゃないですか、はい、あれのラバーバン今度あげるわみたいな、ジュースごくごくバンドやってるな、バンドやってるわ、はい、あ、それの、まあ、バンドあるからあげるわ、はい、みたいな、最後に宣伝までちゃんと、趣味も宣伝までって、ね、言い方よ宣伝じゃない、優しさやから あんま後輩に宣伝しないでしょ、あんまじゃないんだから、あんまトイロさんは辻くんにハマってないで、そこまで魅力は今てか、まあ、ご挨拶程度しかしたことがないので、じゃあケツ張ってことでいい、ケツ張ってこと、そんなわけないよ、そんなわけないもよくないの、ゼロが辻なんやな、ゼロが、え、ケツのLINEしてんの、ちょっと待って、ええケツのLINEしてんのLINE は知ってます、いやそんな、それ危ないよ、ケツのLINEの話じゃないですけど、 LINE は知ってます、LINEしてる、はい、まあ、別に特になんか言われることないし、ないですね、これさ、辻くんだからいいけどさ、これケツだったらめちゃくちゃ怖くない、お、服かわいいやんとかケツが来たら嫌だね、ケツがさ、確かにね、もぎりの子にさ、ちょっと帰ろうとして、お、ちょっと待って、お、自分めっちゃ服かわいいやんとかめっちゃ怖くない、それ怖い、めっちゃ怖くない、これ辻くんだから服めっちゃ可愛いやつ、だこれ言う人にもよるんだよ多分ね、これ多分ケツにさ、その時ほめちゅめちゃく可愛いやんって言われてたらやめてたよね、その場合やめてた、多分キャッになってます、うん、お前の言い方もあるけどな、めっちゃめちゃ可愛いやん、お前の中のケツはそう見えてるんだな、ちょっと LINE 教えてやとか言われたら、確かにちょっと怖いね、ケツはね、こんな感じじゃない、ケツケツはそう、よくなさすぎ、ケツさんのイメージ、そう、ケツのイメージあんまよくない、逆に興味湧いてきました、え、ケツもそんな悪いやんじゃないよ、全然な、やめたこと、そうやつ、あんまり、でもなんか悪いやつという業を背負って生きてるよね、そうです、悪いやつから逃げないよ、キャラというかね、悪いやつから俺は逃げへんでっていう、なんか業を背負って、なんか俺らの YouTube 出てきてくれたんだけど、はい、もう結構攻めてくれて、そう、攻めるで、そう、だから、嫌いなというか芸人みたいなのを上げてくれたんだけど、2位全カットになったから、発表できなかったな、それって俺らにとってはありがたい、俺らはめちゃくちゃおもろかったんだけど、ね、やっぱ日本の社長のことを考えたら、それはやめときましょうってなって上層部がね、うん、太るもね喜んでた、あ、いやいやいや、でも俺ももの理論早い、ちょっと太りが処理して、ちょっとね、えあの、あと、もう待つ気がないなら言わないで、本当に、うん、あと、ももの理論で言うと痩せるだよね、えあ、ぽくない方だからね、まあそうだね、でも痩せると痩せるんだよ、確かに、やめると生えるじゃない、やめると生えるじゃない、ハエルさんだ、すげえ名前だよ、ハエルさん、ヤセルさん、確かに守ると攻めるね、ぽくないからね、やだな、ハエルでやだな、ハエルやだな、ちょっとハエルめっちゃやだわ、いやいや、そこじゃないのもう、いやじゃあ2位が、そうです、まあ、辻さん、そうですね、キャツミさんと仲いいみたいな、あキャツミさんに、ね、と結構喋るんですけど、喋、はい、れんのキャツミって、はい、結構あれよな、兄ちゃん的な感じで喋ってくれる、はい、すごいちゃんと喋ってくださいます、こうバーンってやったらこうやってなるじゃん、キャッツミはすぐに、なんかもう普段これやってないですね、ちょっと怖いけどこれしながらもちゃんと喋れる、はい、喋ってくれるので、はい、後輩にはちゃんとしてくれる、意外だと辻くんね、後輩の面倒見いいというか、トニー・フランクとかもすごい世話になってくれてる、結構声がいいじゃん、イケモンという阪神ファンだしね、落ち着いてるって感じ、
でもちょっとだけどさ、ライセンスの藤原さん入ってない。ちょっとやっぱり入ってない。入ってない。もっとかっこいい藤原さんは。そうなんや。辻君もかっこいいけどな。1位決まっちゃったじゃんこれ。でも分かんないよそれは。分かんないよそこはね。はい、もうニュースの方なんでね。あれ、ニュースの方なんだ。あれ、ちょ、だって、一番悪いってどんつ。もう、いじってんじゃねえ。違う。ね、俺らが大山秀夫さんいじる感じいじってるじゃん、もう。その世代で。ダメなの、その世代でダメよ。泥じゃないわ、あの。泥誰豊原さん、ね、藤原さんのこと泥って言うんだよ。え？ドローンそんなやってる。まあ、やばいって。ドローンそれは、そんなことしないって。そうだよ、確かにペナルティヒデさんのこと通販って呼んでたもんね、お前ら。やばい、本当に怖い。危ないよね、それは。でも本当に、あのさ、トイロさんの好きな要素全然入ってるんで、これだとトンズのランキングになっちゃうんだよ。ホラさんです。いやでも3位は、3位はでも2人ともね、2位はトンズですから。3位は一緒なんだ、はい、で1位も一緒に、はい、一緒に2人とも好きというか、はい、まあ同じ意見で、はい、ある1位いきますか。聞きたいね。はい、いきましょう。お願いします。さあ、ということで春風に次ぐの第1位お願いいたします。さやかの新山さんです。わあ、だから叫ぶ方だ。そう、叫ぶ方とか、はい、だからツッコミ、今で言うとまあ僕のツッコミ変えて新山くん、はいはい、本当に、はい、なんかそのだからつぶれ役やってるイメージ。あと仲悪いよね。さやか自体仲悪いよ。あ、さやかさん。仲悪いって結構売りにしてるって言ったら結構言ってない自分たちでも。そうですね。ほんまかどうか分からないよな。全くそれは、悪いかいいかは。なんで新山なの？新山さん。新山さんは。トイロさんからでも。そうです。出た？それはなんで？あんまり全く興味ないじゃん。全く男にも一切興味ない。興味はないんですけど、うん、あのエレベーターで一回新山さんと私のみの時があって、ああその時に新山さんがさっきの鬼越さんみたいに、えみたいな、芸人の追っかけしてたんって第一声で聞かれたんですよ。で、私がいいえ全くって言ってそのまま終わっちゃって会話、うん、すごい気まずかったんですね、うん、なんですけど、あのちょっと前にさやかさんの番組出させていただいて、うん、一緒になんかフリップで大喜利するみたいな番組やったんですけど、その時めっちゃ一生懸命ずっとこうやってペン越えながら考えてて、うん、可愛いなと思って選びました。流れを聞いた時にうんうんうんって聞いてたけど、うん、ほんまにちょっと分かんない。分かんない、分かんないわ、はい、だってエレベーターでの全然盛り上がってないもんね。エレベーターで あんなことあったけど、実は共演した時にあれごめんな、あんなこと言っちゃってとか、そういうのがあったわけじゃないでしょ。そういうの全くなかったんですけど、トンズだから春風に次ぐ自体のトンズのエピソードをなんとなく覚えてて、それをトイレに言ったってことだよね、多分。芸人のおかけしてたんっていう。見た目で失礼だねそれ。で、家またくで本当終わっちゃったんですけど、あ、そこはちょっと気まずかった。結構あの、一緒にっていうか楽屋で会う機会が多いんで、機会が多いんだ、あのもうみたいな感じだったんですけど、で普通の子だとそういうマイナスな出会い方したけど、なんか大喜利一緒にやるときに助けてくれたとか、ね、気まずさなくなったとかね、あの時あんなこと言っちゃったけどお前おもろいやんごめんなとか言ってくれたとか、そういうんじゃないんだよね。じゃなくあのずっと頑張って考えてて可愛らしいなと思いました。それ新山くんのお笑いに対してどうなの、やっぱり今ね、M1 でもすごかったじゃん、はい、素晴らしかったですよ、大喜利も。ね、大喜利も。大喜利？あ、大喜利？M1 見た？両方見た？M1 はなんかちょうどライブの日やって、そのライブで同期が見てるのをこうやって見た分は見ました。え、じゃあその、まあ、令和ロマンとか優勝したじゃない？はいはいはい、あの辺のやっぱり、2本目とか見てないの？あ、その2本目見ました。見た？令和ロマンさんとヤーレンズさんはちょうど流れてたんで、はい、流れてみて、あれ？ちょっと。さやかは、なんかその時ちょっと。え、あの山田邦子さんが一言最後に刺したあの物議を醸したあのネタ見てないの？その時ちょっとライブやったんで。え、ちょっと山田邦子さんは知ってる？え、知ってます、知ってます。知ってる？女性。いや、何で邦子だからそうだったら新しいな、ついてるから俺楽だな、それ。俺らの世代ももらっていい？そう、昔の人さ、ね、例えばね、沢田研二さん知ってる、ジュリーって、はい、私たちの世代、ね、あ、男性ですよねって言えばいいってことでしょ。クニコ知ってますよ、審査員をしてる女性です。女性、女性ってことだけしか知らない。
いや、ちょ新世代すぎるわ。ちょっと活躍されてた方、そう活躍されてた方、はい、存じ上げてます。7年続く本当に好感ナンバーワンとかなってて、ね、すごい、じゃあもうトンズの1位はほぼ辻君ってことになっちゃうじゃん。まあそうなんですけど、新山さんがやっぱりあんま喋ってるイメージなくて、うん、なんかシャイなイメージがある、ね、そうですね、やっぱり特になんか女子と女性芸人と喋るイメージがないあんまり、で喫煙所で一緒になっても、うん、あんまりこう一緒に喋ったりとかなかったんですけど、うん、この前その収録中に、はい、なんか最近その深夜の蜂蜜どうなみたいなって聞かれて、うん、まあ、ちょっと軽ボケで、はい、ちょっと飲みに行きましょうみたいな、うん、あうまくいってないかいみたいな感じで、いやちょっと飲みに行きましょうって言ったその日の夜に、今日飲みに行かんって連絡くれはったんですよ。優しい、はい、おめっちゃ優しいじゃん。いやそれがその何にも SNS とかフォローしてない状態で DM が来たもんで、うん、あの気づかなくて、あのそうかフォローもしてないから、そっかそっかそっか、はい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 、で行けなかったんですけど、うん、もうその日中にその覚えててくれてて、すぐよ、そうすぐ呼んでくれて、なるほど、ね、っていう、あなんかそのこっちがビビってるだけで、うん、めっちゃ優しい人なんやっていう、ちょっとガッチ的な感じで、ちょっとさイメージちょっと硬いというかさ、なるほど、ね、ちょっと硬派な感じするじゃん。ちょっと神経質っぽいイメージあるけど、でもそれは多分俺狙ってると思うな。やってないです。俺がそうだった、俺がそうだった、いや俺がそうだった、全然違いましたよ。俺が昔天然ピエロっていう芸人にやった手法と一緒だ。いやいや、そうりょうちゃんもやっぱこういう風に言ってくれば、女芸人大好きなの、で普通にあのその当時ね、あの可愛い子いたの、天然ピエロっていう、でご飯誘ったりとかして、うん、でそのしかもあんまデートとかしたことないから、初めてご飯行くって時にあのステーキの食べ放題連れてって、でステーキの食べ放題、そうステーキめちゃくちゃ出てくるね、うん、ガッツグリルっていう、うん、お店の食べ放題行って、うん、で結構腹いっぱい食った後にすんごい真面目な顔して、この後どうするって聞いてきたらしいその天然ピエロ側から聞いたのね。でも実はその子はその当時コットンのキョンと付き合ってたのもすでに、そうなんだ、そうだから多分まあその子もさキョンに言うじゃん、うん、でキョンから俺はちょすいませんと、ちょっと僕付き合ってるんですけど、彼女から酒井さんに口説かれてるとどうすればいいか分からないんですけど、どうすればいいんですかって言うから、あじゃあ分かった、俺言うわっつって、りょうちゃん劇場でね、劇場でみんながいる笑いになるようなとこで、ちょっと発表がありますと、りょうちゃん、後輩とデートで行きましたけども、その子はコットンのキョンと付き合ってますっつって、そこからもうちょっと荒れちゃってというか、やっぱそう、あ、ね、傷ついたよ、ね、そっから、そっから俺は10年間そのキョンをいじめた、そう舞台上でしっかりね、無茶振りとかして、キョンにめっちゃ無茶振りとかして、キョンにすぐ無茶振りして滑らして、お、あ面白くねえなっていう、まあなとか言って、お前俺の女取ったからなとか言って、全然こいつの女でもないそう、ずっといじめてたのよ。俺そんな顔してるの？え、そこ？いや、してるもん。え、もうちょっと、俺の女取ったからな今日は。え、そんな声してる？そんな声してるよ。俺の女取ったからな。この1年目でマジされるような声してんだ。いやいやいや、お前もやらしちゃうか。確かに今のはね。そう、今のはしょうがない、ね。でもどうなんですか、そのこの世代というか新しい1年目で、はい、その同業者と、まあ、付き合う人もいるじゃないですか、うんうん。付き合う人が多かったんですよ、我々の世代とかも、うんうん。その今の世代はどうですか。ちょっと気持ち悪いんですか、やっぱ同業者同士。どうなの。まあトイロさんはまあ。ない私はない、 ないもんね、ないですけど、うん、でもまあいるはいますよね、うん、付き合ってる人、あ、いるんだ今の NAC 同期でも付き合ってる子いる。まあそうですね、あ、いる、いるし、はい、NAC がその実際 NAC 入って、まあ、芸人だって思ったんですけど、うんうん、今マジで簡単にさらされるじゃないですか、まあ、そうですね、もうほんまに LINE も DM もね、はい、うん、パシューだけで、うん、もうさらされるから、うん、その男芸人はでも晒されてもちょっとボケにできるじゃないですか。できる、まあまあまあ、まあまあ、その、まあ、まあボケに、そうだね、まあまあ、できてないパターンもあるけどね、物によってはね、まあちょっとこう裸とかの写真が出てるとことかの、まあまあまあね、じゃあお前みたいな、まあ、いじればね、はいはい、尾形さんとかね、なんかちょっと笑いにはなったよね、まあね、笑いにはね、まああの聖夜さんとか、聖夜、ね、聖夜ですね、あれ笑いになったのかな、あれ今やっとこうね、まあ、裁判勝ったからね、はい、はい、とかなってるけど、女芸人って無理じゃないですか、実際、だから
あのマジで女芸人になってから思うけど、相手にリスクがある人と付き合いたいです。あ、そっかそっか。だから相手もなんか例えば俳優さんじゃなくて、これ芸能活動してて有名な方とか、はいはい、だから本当に有名な、そうです、市議会議員とかそういう ね、ちゃんと立場のある人、向こうもさらされたらやばいし、さらしてもいやお前女おったんかいみたいな、なるほどね、なる人と付き合った方が、はいはい、確かに時代的に安全では、一般の人とか行っちゃうとほんまにさらされたらもうやばいんで、それこそ今一番ライセンスの藤原さんじゃない、ご結婚もされてるし、ね、まあね、リスクはあるけど、ね、一番隠したいじゃん、うん、確かに藤原さんが、いやいや、でも藤原さんもそういう目でもう見てないんでしょ今は、はい、もう藤原ランドでしょ、藤原、はい、藤原ランド、その当時はあれ嘘つけしたもんね、はい、お笑いやってる時の藤原さんが好きだったから、ちょっと待って、もうさ、嫌いになってるよ、もう好きから、いじ、めっちゃいじってるよ、本当にちょうどいい、いじれる先輩、そうだね、俺フリー素材、俺らでいう江原正弘さんみたいになってる、もう最初に名前出してその時本当に好きに感じたんですよ、見た目もだからその当時はめっちゃ好きだったってことね、いやマジで最近あのしはってた、うん、あのライセンスさんのボリューム、うん、トークライブとかも、うん、あの応募したりとかは、あ、そうなんだ、本当に、はい、まだお会いしてないんだ、そうなんですよ、いやなんでないやろうって思ったらほら、やってないんですよ。お笑いも、まあね。だから、トンズがだからニュースのコメンテーターとかなれば、なるか、ガキツカでね。ガキツカ出るか。はい、なんかをこう判定してもらうかぐらいしか。そっかそっか、確かに。あんまり出る機会とないもんね、はい、そんなに。意外と見てるよ。ん？俺らのチャンネル。え？藤原さん？うん。この間、本社でドローンやってたのよ。うん、で、あの、おざますって言ったら、なんか、俺の名前、マイナスなランキングで出してたなっつって、あ、それ相方ですよっつって、俺は思ってないですよっつって、出したでしょ、銀ちゃん、俺藤原さん出した、絶対出した、いや、ゴッドタン、ゴッドタンか、ゴッドタン出してるんか、ゴッドタンで、そうなんて出してるんか、ファミリー YouTube やってる芸人しょうもないっていうランキングそれで、気づいちゃった選手権で俺が出した多分ランキングっていうか、それは藤原さんのことじゃないんだよ、本当に指したかったの誰と誰で、その時は俺だから江原正弘さん、藤原さん、梶作さん3人を出しちゃったで、しょうもないのその3人は、いや、まあ、しょうもないっていうか、まあ、っていうね、まあまあなん、まあ、そういうしょうもないのかどうか、しょうもないけどノリだよそれはね、ノリで、ね、本当はリスペクトしてる、もちろんしてるしてる、俺もやりたいし、それでもちろんそれで稼ぎたいし、めっちゃ、めっちゃ、うん、それはそうでしょ、なるほど、ね、だから多分それのことだと思う、ね、じゃあトンズ的にはもう今の藤原さんじゃなくてお笑いに向き合ってる時の藤原さんが、いやもうめっちゃ面白かったんで、まあまあ、トークもめっちゃ過去形、めっちゃ面白かったんで、まあ、今も面白いわよ、ね、それは会いたいんですよ、今でこそ、そうね、会ってみたいんですよ、会って、ね、思いを伝えたいと、うん、いやもう生で見れるだけで、それだけでいいです、もちろん今も面白いけど、多分そういう場にあんま出ることが少なくなったからね、はい、そうです、ちょっとそれでも楽しみだね、なんか会えた時に、あ、確かにこの、なんかちょっとここで振りというか因縁めいたものを作った方が笑いにもなるしね、昔めっちゃおもろかったのに、まあ、というか、まあ、昔めっちゃ好きやったんですよ、今好きやないみたいな、あ、まあ、分かりやすくね、なんか受けるじゃん、そうですよ、 M1 決勝 の敗者復活から上がったネタとかは全部完コピして、完コピ、中学の時に修学旅行で、あのやったと、それが藤原ランド、ちょっとやつ藤原ランドかな、今のネタやるか、え、そんなやってるかやってたでしょ、フーアランドネタで、あ、あのネタでやってたよね、あってだからやってなかった、あれ、その時はあれです、あのドラえもん、ドラえもんか、ドラえもんか、いろんなドラえもん、ドラえもんか、なんかあったよね、配信とかみたいなさ、ネタなんか出たって僕も、俺も僕じゃないんですけど、なんか配信復活が出てきた時に、そう、なんかの、そう、アニメのなんかあれだったなみたいな思ってる、ドラえもんか、トイロさんはいないんですか、今後お会いしたい芸人とか芸能人とか、そうですね、まあ、私あの将来的には参考書出したいなって思ってるので、何の参考書ですか、資格の、資格、資格の勉強用の参考書、資格、何の資格取ろうと思ってるのが中小企業診断士っていう資格で、ああ、じゃあもしかしたら企業の社長とかの方が会いたいってこと、なんかまあサンキュー倉田さん、ああ、すぐ会えるよ、すぐ会えるよ、同期だよ、同期だよ、最近東大受かったと言われて、サンキュー倉田で、もともと国税局で働いて、本も出して、ガチでおるんや、そうだよ、あっち系に行きた
ないんだ。いや、あ、そう。まあまあまあ。あっち系バカにしてるやん、もう三曲。バカにしてないですよ。まあでも三曲グラタ、でもすごいね、もう本当に。出してはるなって。東大ね、勉強して入ったし。そう。そうそうそう。全然面白くなかったよ、あいつ。なんかおじいちゃん殺しってピン芸人でな。おじいちゃん殺し、うん、おじいちゃん殺しってピン芸人で変な人形持ちながら変なネタやってたよな。まあそうだね、面白くはなかったね、正直。おじいちゃん殺しからの三曲グラタ。そう、三曲グラタ。すごいなんか、ハートフルな名前に。そうでも、でもめちゃくちゃいいやつよ、本当倉田は、うん、まあでも私もね、あのピンの時あの金太郎の絵持ってやったことあるんで。金太郎の絵持ってそれどういうネタだったの？もう覚えてないですけど、その絵が見て、ね、もう死ぬほどもなくって、うん、しっかりあの全部順番順位出るんですけど、うん、しっかり最下位やった。最下位通ずるものあるかもしれない。でもそれ見てくんだんだもんな。通ずるもん魅力的かもしれない。あ、じゃあ今度はサンキュー倉田との対談をちょっと YouTube ですね、ぜひ二人でどんな会話するんだろう、いや不思議だよね。だからもう本当に常にもう芸人のまあこの本戦で売れたいというよりかはそういう、まあゆくゆくはちょっとそういう活動もしていきたいなっていう。まあ、まあ 本戦も本戦も頑張って、はい、もちろん、まあ、逆にでもあの例えばサイバーエージェントの藤田社長と会いたいですとかそういうのはないの？あ、まあでもそういうのもお会いしてみたいですね。そういう系のとこ結構会社インターン行ったり働いたりしてたので、そっち系の会社結構ちゃんと OL やってたから、はい、結構頭のいい大学通ってたってこと？いや、まあ一応国立のどこかの。あ、マジか、国立どこかどこかのとこ。頭いいやん、国立ってね。一応ね、一応幼少中高私立で。あ、じゃあ、本当お嬢様なんだ。トンゾウシスコ、うちは白小白中、白小で、県庁、医療大学。え、意外と、はい、でもこれはあの金積んでから勉強がめっちゃ大変っていうパターンの。だから入るんじゃ金積めばある程度入る、はい、金積んだら入れるけど中で大変で、でも全然あれやったっすよ、フルターン。フルターンあったら、じゃあ結構優等生だ。なのにフルターンで、でも医療大学はあの普通の大学って 1,2 回でいっぱい取っちゃうみたいな、うん、あるけどないんですよ、時間割が決められてるんですよ。そっかそっか。で、4回の後期までフルタイやったけど、4回前期までフルタイやったけど、うん、後期2単位落としたんですよ、で、それで卒業できなくて、はい、5年通うことになったってこと。そうです。はぁ、中卒であってほしかったわ。確かに、イメージ全然違う。中卒女大工であってほしかった。女大工。アマ出身であってほしかった。完全に渚女大工でアマ出身だ。渚やないか、お前。で、革ジャン着て欲しかったもん。革ジャン着て変な、これ変なパーマかけて欲しかったトイプードルみたいなパーマかけて泣きそうやないか、お前。で、出身じゃないところの観光大使とかやってほしかった。泣きそうやないか、お前。玉野の観光大使やってなあ、岡山玉野の泣きそうやないか、それ。意外と女不良なのに乙女なとこあって飛行機乗れなくあってほしかった。それ泣きそうやないか、それ。そうなぎさは九州の端っこまで新幹線で行くから。新幹線で、そうだ。全然と橋までだから2人全然コンビで全然違うリクロ来てる、本当にリクロでもあれでリクロで泣きそうやないか、それ結局さあということで、はい、でも意外と1年目と喋れたね。喋れますよ、ね、この2人が俺達者なんだと思うよ。まあ、普通に緊張もしないし、でもこれね、すごいこと、多分いろんな多分先輩と絡んでも多分いけると思うわ、本当にテレビとかね。あ、鬼越さんの前に YouTube 出させてもらった先輩がサマーズさん、うん、はい、はい、じゃあもう、じゃあもう本当に残飯芸人だから、俺らみたいなサマーズさんと一回も話したことないもん。ないまだ、そう14年やってるけど、多分共演というか一緒の場にはいたことあるけど、ちゃんとがっちり話したことない。それはどういうきっかけでサマーズさん呼んでくださった？あ、だからやっぱなんかあるんじゃない？気になったよね。俺もなんか気になったもん。なんか、トンズってどういうことって、あの、まず芸名に名前がどういうこと、トンズなんかよく言われるしね、確かに名前ね。トンズっていいよね、覚えやすいし、語呂良くない、なんか、はい、トンズって。しかも英語表記したら、私音楽好きやから、あの、トーンとかかってるから、あ、トーン、ね、T-O-N-E-Z になるんですよ。トンズ、はい、トンズ英語表記。そんな顔されても俺ら一式トイレもやばいと思う。一式トイレじゃない、一式トイレよ。な、今一緒だったよ。え、一式って伸ばすのよ。一式トイロ。一式って伸ばすの？一式でしょ？一式でしょ？一式トイロでしょ？一式。一つの色でだけどトイロってこと？トイロひらがなで。一式トイロ。
な一緒にどうした、名前に関してすごく言うなくて変じゃんって言われて、いやいや、そんな酒井亮太の方が変だよ、まあ、いいことが多いと書いて亮太の方が全然いいことがない、ほんとに帰ろうっつってんの、この酒井の方が覚えづれんだから、いっぱいいるじゃん、アルピーさんだっているしさ、ザマミーだっているから、酒井帰ろうっつってんのに、酒井正人とか見るからさ、何にすんの、天然ピエロにする、天然ピエロ、お前が好きだった天然ピエロね、天然ピエロっぽいわ、キョンさんのこと、確かキョンの野郎、まだね、根に持ってます、気をつけてください。さあ、ということで、今回ね、まあゲストに来てもらいましたけども、またちょっとあのお仕事で一緒になるかもしれないんで、なんかバラエティとか出そうですよね、このキャラのまま、うん、だサンマ御殿とか出そうだね、確かに、あ、ね、俺らのなんか遠く行っちゃいそうだよね、女の子って出世早いからね、フワちゃんとかだってもうね、ガヤの変なひな壇で騒いでる変なやついるなと思ったらもう3ヶ月で出世してたもん、まあ、あとヒコちゃん、ヒコロヒーとかも、あ、そう、出身の村は一緒なんだけど、もうトトトトンと売れそう、ゴッドタンでね、俺らってなんか地元の連れみたいになってるの、うん、俺ら本当にでも怖いからね、これから女芸人と共演してくれる、女芸人が一番怖いから一番気をつけた方がいい女芸人は誰ですか、誰ですか逆にあなた、やめてください、いやいや、知ってる方いるんで、ね、はいはいはい、それはもう、でもご想像に、でも本当その方だけじゃなくて、ヤングその方みたいな、いっぱいいるからね、まあまあね、どういう、その内容はどう、意外と礼儀に厳しいですから、ね、そうそうそう、はい、意外と礼儀とか、所作に厳しかったです、所作、だからその、なんだろう、その、タバコ吸う時もなんかその、あのこんな感じじゃなくても、ちゃんと美味しそうに吸うとこ、美味しそうとこ見えるのあります、あの人多分吸わないでしょ、女性芸人は、うん、いや、意外と吸う人いるから、吸う、そうそうそう、それで美味しそうに吸わない、美味しそうに、こっちの方が美味しかったりしません、まあ、むずいな、なんだろうさじ加減で、酒井さん、酒井さん、なんですか、終わります終わります、で俺らはチョロい方だよね、チョロ先輩だよね、はい、意外とやっぱりょうちゃんって、りょうちゃんってあの終わろうとすると始めようとするんだよマジで天の弱だ、天の弱だから本当に、天の弱、じゃあはい、ということで、はい、はるかぜんつくありがとうございました、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 このチャンネル見てるやつは全員クズだ、お前らはもうクズが確定してる、チャンネル登録はしたからだ、みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。